賞を紹介します。星ナンバーカード2番畑中君の産業特殊成功、3番上村君石橋工業高校、4番上村君立命館大学、5番中野君大東文化大学、6番高田君産業特殊成功、7番高井君石橋工業高校、8番古見君川西緑大高校、10番辻村君立命館大学、11番出口君石橋工業高校、12番矢野君石橋工業高校、14番山口君石橋工業高校、15番内山君関大阪経済大学、16番平井君神戸大学、17番志賀君諏訪学園高校、18番小西君山陽特殊成功、19番原田君西脇工業高校、21番山本君大阪経済大学、23番北原君大阪経済大学、24番寺前君西脇工業高校、25番高瀬君大阪経済大学、26番森本君産業特殊成功、27番小原君近畿大学、29番藤井君武蔵野学院大学、31番吉島君西脇工業高校、32番長見君天ヶ崎市立教、33番石川君西脇工業高校、以上26名です。先頭西脇工業高校の上村君、最初の 400m は71秒で通過をいたしました。
芝生工業高校の池村君、まもなく 2000m の通過。5分55秒、この間2分57秒。
第6等陸車豊田恭介君岩渕政経スポーツ大学、第7等陸車佐藤隆君環太平洋大学、第8等陸車上野坊翔君関西学院大学。上野坊君は3回までに 61m54 と最高です。男子やり投げ決勝、続いて4回目の投てきに入ります。どうぞご注目を。先頭集団は3名ほどに絞られております。先頭を引っ張りますのは山陽特殊成功の森本君、そして立命館大学の辻村君、石橋工業高校の上村君、第2位、手島のりこさん。
神戸学院大学、記録は17分45秒31。第1歳、後藤川夏美さん、この高校。記録は17分55秒94。以上で女子 5000m 競走の表彰を終わります。ありがとうございました。